今日もですね、ソープチャンネルでは、福井義孝先生との対談について、もう新しいですね、おそらく私のチャンネルの視聴者の方も お話を伺いたいなと思ってると思うんですけれども、隣にですね、ジェイソン・モーガンさんに来ていただきました。実はですね、今日は少しプロモーションっぽくなるかと思いますけれども、モーガンさんと私と新しい本をもうすぐ発売することになりました。今月の6月の末ですね、28日頃に発売になると思いますので、若干そのプロモーションも兼ねてということをまず皆さんにお知らせします。視聴者の皆さんはね、もうお分かりになっていると思いますけれども、私はですね、2010年ですね、その頃にデビューなんですけども、最初から私の歴史観というのは歴史修正主義ですとはっきり言っています。少し振り返りますとね、歴史修正主義者というのは他人を、まともな歴史家を潰す言葉として使われてましたけれども、実はそんなことはなくてですね、歴史修正主義こそ歴史の王道だということを、私も隣のモーガンさんもよく分かってる歴史家です。で、第一次世界大戦が終わった後、ベルサイユ条約というのができましたけれども、それに対してあの条約はおかしかったんだよということを多くの学者が言っていました。ですからその当時は歴史を見直すということは当然のことでした。ところが第二次世界大戦後にはそれをされると困る勢力がいたということで、歴史修正主義あるいは主義者という単語を使って、私たちのような歴史観を語る歴史家を潰してきたという、嫌な時代が続いてきたわけです。で、先生と、そういう同じ歴史に認識のもとに立って、今回ですね、アメリカの成り立ちからじっくり、語りました。で、先生ね、今回の対談本の最初の出だしが、たまたま私アメリカで、かなり長い間ビジネスをしてきたので、どういうわけかですね、先生もテネシーチャタヌーガ、チャタヌーガの出身ですね。ニューオーリンズ出身でチャタヌーガあたりでは育ったわけです、ね、はい。で、それでね、この対談の始まりがですね、チャタヌーガの私の思い出から始まったという、ちょっと対談本にしては面白いような始まりになってます。でね、なぜチャタヌーガから始まったかと言いますとね、日本の教科書ではルーズベルトがやったニューディール政策、その中で必ず出てくる TBA、テネシーバレーオートリティの話が出てきます。で、それはですね、ルーズベルトのやった経済政策が不況を脱出するのに最高に役立ったというお話の、英語で慣れていくって言うんですけどね、そういう言い方の中でテネシーバレーオーソリティの話が出てきますが、実はここでもうはっきり言いますけれども、あそこでダムをテネシーっていうのはね、水の豊かな州ですもんね、はいはい、かなり川が多いですね、はい、で、そこの豊かな水資源を使って水力発電、はい、のダムをたくさん作ったわけです。で、私は1990年代の初めの頃にテネシーによくビジネスで行って、で、あそこのダムを眺めましてね、綺麗なダムですけどね、綺麗ですね、はい、綺麗なダムですけれども、はい、そこを山の、頂上の近くから眺めまして、ここの電力で日本の広島に落とされたウラン型原爆のね、濃縮をしたんだなと思ったわけですね、はい、で、そんな話から今回の本は始まりました、はい、で、先生もちょうどその頃、はい、いらっしゃったわけですね。私がテネシーに
行った頃。多分私たちが引っ越したのは1990年かと思いますので、ちょうどその頃。そうですね。おりました。だから先生とはもしかしたらクロスエンカウンターして、もしかしたら、はい。ね、はい、あのシャタヌーガにはね、本当にあの綺麗な、綺麗って言っていう言い方おかしいかな、あの面白いね、あの、あれは何て言うんでしたっけ、水、淡水の、はい、そうですね、はい、チャルヌーガアクアリウム、テネシーアクアリウム、そうですね、水族館もあります、ね、水族館があって、はい、いい思い出があるんですよ。でそこはですね、テネシーのあたりはあの南北戦争のね、あの、はい、激戦地も多くてね、はいはい、でだから私はテネシーといえばあの2つの思い出があります。でそんな導入ですけども、はい、どうですか先生、あのやはりアメリカという国は今お話ししたね、その TBA のその電力が広島のウラン濃縮に使われたなんていうことを隠すのがうまいですね、はい、うん、だからこそ歴史の修正が必要だと思っております。隠されていることはほとんどもう全部ですから、あのこれからまあ考古学みたいな感じで何が隠蔽されたかと、何が隠されたかと、歴史をちゃんと修正して、責任を持って修正して、何があったなのかと、もう一度ゼロから歴史を語るべきだと考えております。そうですね、はい、だからあの本当に、当時のね、資料を読み返すと、なんでこういうことを教えないのかなということがありますね、うん、で、まあ、あの、この本を読んでもらわなければいけないと私は思ってますけれども、二人の本をね。で、実はね、はい、私ね、北茨城をね、うん、先週旅行してきたんですよ、はい。で、北茨城にはね、あの、岡倉天心の作った六角堂っていうのがありましてね。はい、で、六角堂、前回の津波でね、はい、東北大震災で、崩壊して、で、再建されたので見に行ってきたんですよ。そしたら六角堂に、あれ海岸線にありますから、はい、降りるところにね、ワーナー・ラングドンというラングドン・ウォーナーか、はい、というその美術史家の、はいはい、胸像がありましてね、はい、で何が書かれたかというと、アメリカ政府はラングドン・ウォーナー博士の、はい、そこにね、こういうことが書いてあったんですよ、はい、巧妙な美術家のウォーナー博士が、はい、奈良と京都には素晴らしい日本の伝統があるので原爆を落とさないでくださいという上申書を書きました、はい、それによってアメリカ政府は納得して、はい、京都と奈良をその原爆のターゲットにはしませんでしたと、はい、で彼の功績に感謝しますという胸像なんですよ、はい、ここでも分かるようにね、今でも日本中にそのアメリカがウォーギルドインフォメーションで作り上げた日本人を、はい、ああアメリカっていうのは優しい国なんだ、その通りですよ、という、はい、そのに思わせる、はい、まあ、プロパガンダ、まあ、洗脳プロパガンダというんですけどもね、はい、そういうものがいまだに、まあ、各地にあるとそうですよいうことを私また再認識してきたんですけどね、はい、あの大東亜戦争はまだ終わってないなんです。情報戦はまだ今になってもまだ続いている気が強くいたします。今おっしゃった通り、あと日本のお城とかを訪ねると、例えば名古屋城とか岐阜城行きますと、時々ね、あの展示されているのはこの城が燃えているという写真があります。でも誰がやったなのかと、それは一切書かないわけで、アメリカがこの文化財を燃やした、破壊したということを一切一句も書かないで、そのような閉ざされた情報言論の空間が今も続いていると思っております。そうですね、あのやはりあそこ名古屋城のところ行きますとね、あの
燃える、あれなんて言うんですか、シャチのね、はい、あのシユオスメスが大きな、はい、シャチが牧場にあったんですね、あったんですけどもね、はいはい、あれはですね、あの本当に、あの映像を見るとね、はい、やっぱり何のためにアメリカはああいう爆撃をしたんだろうかということが、はい、あのなんか悲しくなりますね、はい、あれをね。でこれってね、現代の戦争を見るのにね、ものすごく役立つと思うんですよ。そうですね、はい、あの例えばですね、私、まあモーガンさんもそうだと思うんだけど、プーチン大統領の戦争の仕方っていうのはものすごく抑制されてると、はい、いうことに、特に私たちのようにそのチャーチルがやった、はい、ドイツドレスデンなんかの空爆、はい、それから今話があったね、そのアメリカのルメイによる、はい、日本中の都市、はい、いわゆる民間、はい、人に対する無差別爆撃ですね、はい、そういうのを私たちは歴史家として知ってるわけでしょ、はい、でそれを今デジャブのように、はい、あのアメリカがアフガニスタン、イラク、リビア、それからコソボ、コソボは NATO も入ってやってきましたね、はいはい、でそういうことはなんか歴史家としてはデジャブに感じるんですけども、はい、それが要するにアメリカの何て言うんだろう、怖さ、はい、アメリカの怖さをやっぱり歴史家としてはデジャブとして見ますよね。これはよくチャタヌーガとつながる一点ですけれども、デジャブってまさに南北戦争のデジャブだと思います。一般国民、一般市民を狙ってあえて、なんていう衝動作戦ですか、もうありとあらゆるものを壊して燃やして人を殺して、それはアメリカのやり方というよりも公営名誉感のない北部の人々がよくあのそういうことを繰り返してやっていて、で日本に来て同じことをやりましたが、変なことに先ほどおっしゃったレメイ、クルス・レメイ、旭日賞を受賞したんじゃないですか。そうです。私がその事実を知って、戦後日本というところはかなり変なところになっているって自分の国民の殺した人に対して旭日賞を受賞するなんてちょっとありえない話ですけども、さほど歴史の修正をしなければならないと強く感じております。そうですね、であのルメイに対してね、勲章を与えたというのって、私はね、あの西洋社会、特にアメリカの社会から見たら、はい、怖いんじゃない、うん、はい、彼らにとって、はい、この日本民族って何を考えてるんだろうという怖さ、はいはい、その怖さっていうのはやはりね、原爆、いわゆるウラン型とプルトニウム型、はい、2つを落とすために、これ鳥居民先生、亡くなった鳥居民先生が書いてるんだけど、やはり、もうアメリカは日本が降伏条件を探っているのを知ってましたから、日本が降伏するのは時間の問題だと知ってたわけですよね、はい、どうしてもウラニウム型と、まあ、ウラン型とプルトニウム型を使いたかったと、はい、それってね、彼らは知ってるのでものすごい罪悪感、言葉には出さないけれども、はいはい、ものすごい罪悪感があって、そんな罪悪感がある中でルメイに対して勲章を与える、はい、この国って一体何なんだろう、そうですね、という、その彼らには理解できない日本のメンタリティーがあるような気がしますけど、その辺どうですか。はい、はい、それ通りだと思います。あのその原爆の問題ですけれども、それは私の考えでは科学実験の一面が強く入っていると思います。まあ、とにかく人間の対象する科学実験だと思います。でもう一つの側面としては、この日本という国は、何て言いますかね、西洋の人々はとりわけあのアメリカの北部の人もそうですが、イギリスはかなりひどいと私は思っておりますが、あのような人々は非白人を殺して支配することが当たり前と思っていて、そこの今までの500年間の歴史がそれを物語っていると思います。しかし日本人は違います。日本人は何て言いますかね、あの死を恐れないで
なんて言いますか、自分の国を守るために死を厭わないという怖さがありましたし、あとよく特攻隊とかは自爆テロと同じだとよく言われるんですよ、アメリカでは。でも全然違うんですよ。自爆テロどころか、もう自分の家族とかを守るためにやってきているその軍のこう知り抜けるためにやったんじゃないかと、まあ、日本文化と深くつながっていると思うんですが、それはなかなか理解ができないと思います。特にレメイとかあのような人々は北部の特別な特徴な特別な技ですけれども、正義はすべて自分側にあるとまず思って、でもそうじゃないと分かっているところがあるじゃないですか。まあ、罪悪感、種になるんですけれども、ルメイはその典型的な自分が絶対的な正義だと思っていて、だからやっていると。でも心の中では敵のあれ分からない、理解できない、罪悪感があると、その変な二つな構造が重なっているというところがあると思っております。そうですね。あのね、ルメイは、そのルメイでさえ、原爆は落とさなくても降伏すると、はい。それがその、落とす前に言ったのか、落とした後に言ったのか、落とした後に確か言ったと思うんですけど、はい、あのルメイでさえ、原爆は、はい、日本の幸福のためには必要がなかったと言ってるんですね、はい、自分がやったことをきれいごとしようとしたんじゃないですか。つまりあの空襲はひどかったですけれども、うんうん、あの原爆やめてくれと、そう言うと自分にはまだ人間性が残っていると見せたかったじゃないですかと、まあ、っていう考え方もあるんですが、ありますね、はい、うん、やっぱりアメリカはあの原爆を落としたことについてはやっぱり言わないけれども、うん、ものすごく今の一般国民のどっかにもあるんじゃないですか、はい、世界で原爆を使った国はアメリカだけしかないという、はい、そこを言われたら、はい、メンタルが持たないというところがあると思いますね、はいはい、特にテネシーではかなり複雑ですよ。冒頭でおっしゃった通り、ウラン濃縮したのはあのテネシーね、そのダムの電力を使って濃縮した、私が大人になって初めて知ったんですよ。なるほど。その事実、オークリッジまではどのくらいですか、先生が暮らしてたこと。オークリッジは確かにナックスフィルの方に近いだと思うんですが、オークリッジもちろん入ったことないんですが、近くまで行ったことあるかと思います。車ですと2時間はかからないんですが、もうちょっと山の奥の方に行くわけです。あ、そうですか。私はね、ウランから今度はプルトニウムの濃縮があったでしょ、はいはいはい、あれもあの濃縮の電力はコロンビア側の、なるほどね、はい、ワシントン州のコロンビア側の電力でやってたんですよ、はい、そこを私 見に行ったんだけど、やっぱりこれでね、何万人もの人を殺したプルトニウムを作ったのかと、なんか続々としましたね、はい、うん、私たちはあと国民が同じよう、多分ルメイと同じような複雑 なんて葛藤の持ち主だと思っております。私たちが納税している血税で、ワシントンが諸国で嫌なことをやっているとよく分かっているんですが、うんうん、その罠から逃げられないというのはありまして、うん、あと私もそうですけれども、例えばブッシュ政権だった時、イラクを絶対侵略しなければならないと私もそう思っていたんですよ。まあ分析力が全然足りなかったのもありますし、言われていることを疑う能力はなかったと今猛反省中ですが、アメリカ国民は多分ワシントンが具体に何をやっているかと知らない人がほとんどで、知りたくはないと思っている人が多いかと思いますが、私たちの国が乗っ取られています。コロンビア側もそうですけれども、テネシー側もそうですが、もうアメリカという国がワシントンに乗っ取られていて、そもそもいい国だったはずなのに
逆転させて、嫌なことばかりをするために、その経済、なんかこう手綱をかけるっていうか、その経済の力を吸っているみたいな感じで、規制しているみたいな感じで、我々はそのような意識が最近増えているような気がいたします。タッカー・そうカールソンもそうですけども、原爆投下、それはダメでしたね、と、はっきり言うんですが、そのアメリカ人は、いまだに珍しいんですか、増えている気がいたします。ですよね。僕はね、やっぱり原爆の使用についてはいかなる正当化の理由も許してはいけないと思うんですよ。もうそれ通りです。はい。もしも正当、それを認めてしまえば、将来にも原爆使用を正当化するロジックが存在するということを認めてるわけですよね。で、今ね、イスラエルの、非常に、極右の人たちは、ガザに対して原爆を使うということを平気で言ってるわけですね、ね。この政治家も言ってますよ。はい。ヨーロッパの政治家もね、はい。まあ、次の、もう少し、次の回にちょっとお話ししようと思ったんですけども、今の私たちの次の世代、あれ、モーガンさんと同じ年ぐらいになるのかな、みんな、ヨーロッパのリーダーたちが。まあ、アメリカのリーダーもそうなんだけど、みんな私からすれば頭狂ってんじゃないのという世界がおかしくなってる状況ですね。まあ、その辺を次回ね、ちょっとモーガンさんとの話はかなり突っ込んだ話になりますので、次回に続けて、はい、モーガンさん、時間大丈夫か？大丈夫です。はい。ちょっと続けてやってみたいと思います。モーガンさんはね、最近いろんなチャンネルで、出演されてましてね、最近いろんなところで怒ってますので、今日は怒らない形でね、はい。なんだろう、厳しい、それでも厳しいね、話を私のチャンネルでやっていただこうと思います。それじゃあ2回目を皆さん期待してください。それじゃあとりあえず失礼します。